一人暮らしして1ヶ月以上経ったんですけど、引っ越しする上でさ、いろんな手続きのためにコールセンターにね、電話したんですよ。それで別の会社のコールセンターに電話したのにもかかわらず、みんなね、声が一緒で同一人物じゃないんかなっていう変な疑心暗鬼を抱いていた、ナロミと申します。それで同じ会社にね、何回か電話したことあったんですよ。ほんなら対応してくれた方のね、名字全然違うんですけどね、同じ声やったんで、これまさかね、こうなんか 2,3 個ぐらいね、名字使ってなんかいろいろ対応してはるんかなっていうような、なんか変な考察を最近してました。引っ越しする上でそのパソコンのデータとかもね、いろいろこう見て整理とかしてたんですよ。6年前ぐらいにね、僕こう売れないお笑い芸人をしておりまして、証拠といったらあれなんですけどもNSC っていうね、その吉本のお笑いの養成学校にね、一応通ってたんですよ。一応これ証拠で。でね、まあ整理してて、でネタ合わせのね、動画とかも、あるんですけども、これね、改めてね、こう見たら思んなかったネタが今やったらおもろいんちゃうんかなということでね、ちょっと皆さんで一緒に見ようかなということで、はい、動画回してます。才能なくてね、やめたんで、低いハードルで見ていただけたらなと思います。もしかしたらね、そう数年経ってなんか熟成されておもろになってるかもしれないですけども、1本目はね、紳士というネタですね。ジェントルマン、はい。いや、もうそこ彼女が欲しいな、もうね。いや、どうしたんですか、ため息なんかついて。めちゃくちゃ太ってますよ。まだかい。てか、見た目、喋る、おにぎりせんべいや。誰が喋るおにぎりせんべいじゃ。え、ハッピーターンとかどういう関係やねん。どういう関係もないから、もらえたらいただきますやけど。いや、そんなことよりね、クリスマスも近いし、彼女が欲しいんですよ。お前が彼女、難しいやろ。そんなことないやろ。ポケモンの種類全種類言えって言われるほど難しいやろ。確かに種類増えても難しいけどな。ちなみに俺、何種類おる。いや、ポケモンから離れろや。ほんならさ、お前が彼女を作るために何かやってる。あ、まあ、何かやってるというか、こう何事にも紳士的に言おうもね。ああ、うん、俺はな、結構な、方面でな、むっちゃ紳士やねん。もう嘘つくな。お前、見た目装飾系がな、紳士なわけないだろ。いや、むちゃくちゃ紳士やって。お前の言葉を紳士に受け流すって。受け入れろ、受け流してどうすんねん。だって、自動扉とかないコンビニやったら、ドアこう開けてあげて、さっきこう人通してあげるもん。ああ、なるほどね、それは紳士やね。うん。あ、どうぞどうぞどうぞ。あ、どうぞどうぞどうぞ。もう汚いとこですが、どうぞどうぞ。コンビニ失礼やろ、それ。10時間後。どうぞどうぞ、どうぞ。どうぞ。いや、いつまでドア開けてんの。いや、紳士やんか。いや、もうどこか、お前10時間ずっとドア開けんぱって、お前ただのバカやぞ。いや、ほんならお前なんか紳士的な行動とか取ったりしてる。ああ、俺はなんか本屋ね、高い棚に置いてある本を取ろうとしてる女の子がおったらな、うん、まあ、こんな風に、ああ、この小説読みたいのに棚が高くて止めれない。どうぞ。あ、ありがとうございます。いやいや、当然のことをしたのでさ、わあ、素敵ってこうなるわけや。むちゃくちゃ気持ち悪いですよ。お前どうすんねん。俺が、うわー、あの小説読みたいのになかなか取れないな。うん、どうぞ。あ、ありがとうございます。君、推理小説読むんや。ちなみにその推理小説の犯人、旅館おかみの早苗さんやから。あ、ありがとう。あ、そうなんですか。いや、そうなんですかじゃないんだ。今から読む小説持ち寄ってどないすんねん。しかもその動機が、中井のアルバイトの子の茶髪がなかなか黒髪にしてくれへんかったからやねん。動機しょぼいや。何やその小説。いや、推理小説の中身な、教えてあげるって真摯やん。お前どこかやん。お前ネタバレに言いたいだけやん。もうありがと迷惑やぞ。あとさ、よう褒め上手な人は持ってるって言うよ。褒め上手ね。結構俺学生の頃から結構褒め上手やったから。おー、分かるよ。あ、校長先生おはようございます。うわ、校長先生今日もスタースーツ素敵ですね。お、私服、釣りベストに血のパイヤのに。私服ダサいな、言ったこと多いねん。え、校長先生、髪型変えました。あ、やっぱり、あ、分け目こっちやったのにこっちですもんね。校長の分け目知らん。うわ、今日はなんていい気分なんだ。ありがとう。昨日一足先に君には卒業証書を授与しよう。あ、ありがとうございます。分け目褒めただけで卒業証書もらえるか。いや、こういう俺でもさ、彼女できるかな、ね。いや、お前もらったんか、やめさせよう。ありがとうございました。紳士というネタでございました。これはね、舞台で何回かやったんですけど、どんずべりしましたね。もう下手やし、おもんないしみたいな感じで、緊張もしたしみたいなんで、もうグズグズにやりましたね。で、まあその中でもね、まあ、一番自分が気に入ってるボケは、
女の子が本屋さんに寄って小説を取ってあげる。で、取ってあげるんやけども、その小説の中身教えてあげるっていうボケで、旅館おかみの早苗さんが犯人で、でその殺された人は仲居のアルバイトの子で、そのアルバイトの子が何やろ、なんか夏休みか春休みかなんかで茶髪にしてきて、それで黒髪にしなさいって注意したにもかかわらず、茶髪のままやった、だから殺したみたいな感じで、そういうボケなんですけど、そこは一番気に入ってますね。はい、次ちょっと2本目見ましょうか。じゃあ芸人やってて一番最後に作ったネタですね。で、なんか全然ね、売れなさすぎてやばいやばいみたいな、もうネタのなんかおもろい才能もないし、で、ね、その同期の人とかはね、どんどんこう売れるためのステップアップしていってるし、わーやばいやばいみたいな感じで、ちょっと僕メンタル的にやられてたんですよ。なんか手の震えとかもね、止まらなくて、で一番病んでた時に作ったネタです。見ましょうか。カレーが克服したいというネタです。まず、いやカレーが克服したい。いや、どうしたんよ、あんなクソまずいの食えるかな。いや、カレーうまいや、もうカレー最高だぜ。お前カレー好きなんよ。まずカレーさ、克服する上で、はいはい、好きなやつのさ、意見聞くの大事。あ、まずね、お前ちょっと聞きたいことあるんだけど、ちょっとええか。ええよ。ほんまか。いや、でもさ、そのさ、友達の彼女を好きになってしまったみたいな感じなんて思うて、なんか、お前やきもちやくなよ。やくか、カレー恋人ちゃうからな。ほんまか。はい、聞きます。はい、聞きます。どうぞどうぞ。お前とそのカレーはどこで出会った。どこで出会った。いや、そんな覚えてへんて。俺これ結構大事だから、ちょっと教えてくれ、教えてくれ。何やねん。幼稚園児ぐらいの時におかんが作ってくれたんよ。マジか、お前めちゃくちゃ激烈やんけ。だからカレー恋人ちゃうからな。そのなんか5歳頃の頃にその可愛い食卓で天使が舞い降りてきて2人は出会ったわけやから、カレーを人としてカウントすんなや。おい、ちょっとおかん恋のキューピッドやないからな、ちょっとさ、ありがとうって言っとけ。なんで言わなあかんねん。おかんカレーと出会わせてくれてありがとうって言っとけ。いや、じゃあもうなんやねん。言っとけ。もうおかんカレーと出会わせてくれてありがとう。これいる。俺カレー好きなんちゃうかなってさ、本当に言っていつから。ちょ、なんなん、もうさっから。まあ、これ告白するで大事やん、いつからいつから。もう初めて口にしたとっからや。マジか、お前一口惚れやないか。一口惚れってないね、一目惚れみたいに言うなや。一口惚れってあるんやな。あ、辛かったのにうまかったやん。からからいい。ちょ、なんなんそれ。いや、うまかったのにからだったよ。だからお前も一緒にうまっからからからいい。いや、なんやねんこれは。お父さん、お父さん、お父さん、お前はカレーとどのくらいのペースでやってる。やってる。やってるっていうか、してるっていうか、もうなんやろ、俺も分かるわ。週2ぐらいで食うてるわ。少なっ、むちゃくちゃ僕そったよ。それぐらいが一番ベストやろ。お前とカレーの食の営みはそんなもんなの。無理やりやらしい感じに持っていくなよ。寂しさしのぎの恋はダメになっていくぞ。いや、だから恋人ちゃうの、恋愛モットーも見すぎてて。俺もな、カレー自体は好きやけど、カツなりチーズなり入れて工夫してまんねん。お前ドレスか。なんでやねん。いや、でもさ、なんかお前の食生活事情をさ、なんか赤裸々にちょっと教えてくれて、俺もちょっとなんか嬉しいわ。いや、もうええって。もう克服する気ゼロや。あとさ、あとさ、その林ライスとはどこで出会ったの。カレーどこ行ってん。やめてしまう。はい、っていうネタですね。これはね、僕ほんまにカレー嫌いなんですよ。それで、あと、むっちゃ僕物事に対してめっちゃ細かい部分気になる性格なんですよ。例えばなんかめっちゃモテる人ってなんかいろいろご飯と、女の人となんかいろいろご飯とか行って、それでまあなんかいろいろこう流れでなんかホテル行きましたみたいな、なんかそういうのよく聞くじゃないですか。その流れってなんなんみたいな。そういうその流れの部分の細かい部分ちょっと教えてよみたいな、なんかそういうその細かい部分がむちゃ気になるんですよ。それの自分の性格を生かしてカレーを恋人と見立てて、なんか出会いとかなんで好きになったんみたいな、むっちゃ細かいこと聞いていくみたいなネタやったんですけども、これも綺麗に、滑って才能ないな、じゃあ解散してやめようかということになりました。なんかこのなんか細かい部分をね、なんかずけずけと聞いていくみたいな感じ、なんか掘り下げていったらなんか面白いネタにできそうやなっていう感じなんですけども、この顔の方が面白いよね。最後までご視聴ありがとうございました。バイビー。